はい、どうも、うずです。皆様、12月14日って言ったら何の日ですか？そう、クリスマスイブの10日前です。そうですよね。皆さん、クリスチャンなんですね。いや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 、ウィッチャー3の次世代基盤アップデートの日じゃないですか。ということで、2015年に発売されてから、まあ、おおよそ7年ほど、たったこのウィッチャー3がついに次世代機ゲーム用にアップデートされました。本日12月14日。まあ、ずっとね、楽しませてもらってる私としては、まあ、大歓迎のアップデートなんですけれども、今回は、まあ、軽くね、そのウィッチャー3がどんな次世代機版にね、アップデートされたのかっていう話をしていきたいと思います。まあ、今回のアップデートに関しては、対象のものが、PlayStation 5、Xbox シリーズ X、S が対象になってるんですけれども、PC もね、PC も対象になってるんですけれども、PS4 から PS5 へのアップデートが100円という有料金額になっていて、それ以外は、無料のアップデートとなっております。まあ本来は無料のアップデートなんですよ。ちょっとね、日本のね、法的な問題で、有料にせざるを得なかったんですが、CD レッドプロジェクト的には、本来は無料でアップデートを提供するっていう形になっていたんです。で、私は現在パソコン版でウィッチャー3遊んでますから、まあパソコンの方を次世代基盤にアップデートさせてもらったんですけれども、まあやはり今回のアップデートで最初にね、気になる点はグラフィックス。まあただぶっちゃけ、ウィッチャー3って、任天堂スイッチ版以外は、もうすでに綺麗な画質になっていたので、まあ実際アップデートしてからね、1時間ちょっと遊ばせてもらったんですけど、まあ言うほどビジュアル変わったかなっていう感想は実際あります。元が綺麗だから。なんですけれども、大きな特徴として今回、レイトレーシングの機能が強化されてまして、主人公のゲラルトの服に光が当たる様子とか、あとは水面に映る太陽の光の反射とか、それをレイトレーシングの細かい設定もいじれるんですけれども、フルにしておくと、めちゃくちゃリアルに鮮やかに映し出されます、光の表現が。で、PlayStation 5版だと、60fps のパフォーマンスモードと、あとは 30fps になってしまうけど、レイトレーシングモードというのを切り替えることができるそうで、まあ、このあたりはね、いつも PS5 のソフトってこんな感じですからね。レイトレーシングを生かした画質はめちゃくちゃ綺麗です。でもおすすめのプレイスタイルはパフォーマンスモードになると思います。で、その他の追加要素としては、初めてなんですけど、フォトモードを搭載しました。逆に、ウィッチャー3って今までフォトモードなかったんだってレベルなんですけど、今回の次世代基盤からフォトモードが追加されました、専用の。ただし、フォトモードに関しては、同メーカーのサイバーパンク2077ほど細かく設定はできないので、まあ、シンプルなフォトモードとなっております。あとは、ネットフリックスのドラマ要素が追加。まあ、ネットフリックスドラマとして、ウィッチャーかなり人気なんですけれども、こちらのドラマでキャラクターがね、つけてた装備とかを手に入れることができたり、あとは一部のノンプレイヤーキャラクターが、そう、ドラマ版の服装になっている、まあ、鎧かな、なってるっていう仕様になってます。で、その設定の方も、オプションメニューの方から変更をかけることができますので、衣装に関しては。すぐに変わったポイントを適用することができます。まあ、あとは細かいところだと、高いところからね、ゲラルトが落ちると、結構すぐにダメージ受けて死んでしまったりしてたんですけど、これが少し高めな位置から落ちても大丈夫になったというところと、まあ、それ以外にも細かいところがいろいろ変わってるみたいなんですけども、目立つところは先ほど挙げたところぐらいかな。まあ、もちろん、有料のアップデートだったら全然物足りないって形になるんですけど、今回無料のね、基本無料のアップデートなので、まあ、これでも十分、7年経過したゲームタイトル、いいアップデートなんじゃないでしょうか。で、私は現在、クライシスコアのリマスター版を進めているんですけれども、まあ、先ほど言ったように、ついついね、ウィッチャー3って始めちゃうと、プレイしたくなっちゃって、サブクエストを2つほど、先ほどこなしました。やっぱね、いいよ、ウィッチャー3。私、結構昔から遊んでますけど、まだ終えてないクエストってたくさんあって、追加ダウンロードコンテンツとかもね、すべて終えてはいるんですけれども、サブクエストは全部やりきっていません。なので、そういうのちょこちょこってやるだけでも、何年でも遊べますので、ウィッチャー3は。まあ最高ですね。で、今回のアップデートに際して、本日12月14日に、ダウンロードコンテンツをすべて含むコレクターズエディションというのが発売されてますので、まだ未プレイの方はこちらを購入されて、改めて、新規にウィッチャー3を体験しても良いと思います。で、ウィッチャー3に関しては前作1、2をやってなくてもストーリー楽しめますから、そこの部分は全然、ね、気にしないで遊び始めて大丈夫なので。ぜひ、プレイしてみてください。はい、今回簡単な動画にはなりますが、こんな感じでいつもゲームが大好きなゲームのお話や、あとはガジェットの紹介などをよくやってる YouTube チャンネルになります。趣味、興味がある方がいたらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。今日ね、朝から雪が降ってるんですよ。
で、吹雪いたりもしてるんですよ。でもそんな中、急に晴れ間が差して、雪は降ってるんだけどね、雪が降りながら晴れ間が差したりとかして、もうどうなってんだこの天気は、佐渡は。ほんと、どうかしてるぜ。